いや、最近 YouTuber だぜ。今日はよくね、女子の YouTuber がやってるポーチの中身を紹介していきたいと思います。女子のポーチはね、みんな結構紹介されてるからあれだと思うんだけど、男子のポーチってあんま見れなくない？これね、あのサンキューマートで買ったやつかな。サンキューマートで買ったやつにちょっとペンでちょっと塗っちゃってんだけど、それまあ裏とかすげえ汚いんだけど、もうね、中身紹介していきます。さあ、果たして男子のポーチには何が入っているのでしょう。まずこれね、前紹介したっけな、ダンボーのモバイルバッテリーね。これ Amazon で買ったやつ、結構使えます。まあ普段使わないけどね、基本なんかね、 iPhone6 にしてから充電が全然切れないんだよね。最強 iPhone5 の時はすごい切れたんだけどね。で、それでまあ必要なのになってくる、まあこれ以外にもいろいろ入れる時あるんだけど、まあ今日入ってるのはあの iPhone 用のね、これ見える？ iPhone 用のあのやつ、充電器、ウィリモコンでしょ。で、あとラストじゃないか、あと2個か、あとこれね、これ見える？電気の関係で、ね、あんま近くにしても見えないと思うんだけど、ジャブラってとこのヘッドセットを耳につけて、ナンパ実況の人はこれつけたんだけど、これしてると結構怪しまれるんだよね。ヘッドセットつけてるし、お兄さん怪しくないみたいな言われて、ヘッドセットしてるからみたいな。ラスト、まあ香水だね、香水、これね、キングバイなんとかっていうね、すっげえ安いやつ、福袋に入ってたやつ、ビブレの地下1階の神戸のね、佐野宮ので買ったやつかな。以上です。まあ男子のポーチなんてこんなもんでしょう。あのね、高校の時はまあポーチには入ってないんだけど、まあたまに入れる時あるのは顔とか体とか服、あのギャッツビーのなんかボディーシートみたいな、まあギャッツビーじゃなかったのだったりするんだけど、いろいろあるんだけど、それが入ってたり、あと8-4のちっちゃいやつが入ってたり、あとはね、俺肌荒れがひどいからファンデを入れてる時が多いので、ファンデ、高校の人がずっとファンデ使ってる時期あったから、結構バレないからみんな使った方がいいと思う。今はもうファンデとかしてないけどね。ファンデとかの前に痩せるって話、あ、そうだ、ね、コメントでみんなデブデブ書いてたけど、分かってるから、ダイエットしてるから、だからデブって、まあ、書いてもいいんだよな。それによって刺激されて痩せるっていう意識がもうね、あれだからね。いや、アンパンマンみたい。まあそんな感じかな。ポーチ新しくない？男子のポーチ紹介ってね、みんなこんな感じでやってください。やってくださいじゃねえや。まあみんなもね、あとなんだろう、ポーチに入れるもんといったら、まあちょっとしたアクセサリーって入れたりとかする時もあるし、まあでも主にモバイルバッテリーかな。化粧道具が女子と比べて少ないから、あ、ワックスか、ワックスは入れる時ある、ちっちゃいやつとか、入れる時はあるかな。あと入れるもんなんかあったかな。あとは入れない。こんな感じです。あとはちょっと酔い止めの薬とかね、入れる時はあります。ってことで今回はポーチ紹介してきました。バイバーイ。